皆さんこんにちは。小牧市役所行政改革課の松原です。小牧市では6月から本庁舎1階や市所の証明書交付窓口においてキャッシュレス決済を始めました。本庁舎1階の窓口ではクレジットカード決済、電子マネー決済、そして QR コード決済の全27種類の決済方法に対応しています。なお、篠岡、味岡、北里の各所の窓口ではペイペイのみとなっています。それでは決済方法を見てみましょう。まず会計時にどの決済方法で支払うか職員に伝えましょう。ペイペイでお願いします。現金でお願いします。このようにキャッシュレス決済は複雑な操作が不要で簡単に利用することができます。皆さん、小牧市役所で証明書を申請する際はキャッシュレス決済をぜひご利用ください。君と一緒に育っていきたい。